はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説レジェンドオブマナ第12回やっていきたいと思います。で、魔法都市ジオのイベントはちょっと進むフラグがよく分かんなかったんで、もう一回諦めて新しいアーティファクトですね、奈落を出現させたので、今回は奈落をやっていきたいと思います。では行きましょう。奈落、ルリは連れ回してていいかな、とりあえず。奈落、不気味な墓石、こんなところに長いは無用だぜ。は？調べても無駄だって、どういうこと？え？いきなり先進めなくなっちゃったんだけど。え、ダンジョンじゃねえのこれ。まあ、ダンジョンなんだろうけど、なんかアイテムとかが必要なのかな。それを持ってない。え、マジか。帰ろう。いきなり出鼻をくじかれてしまったんだけど、ちょっとじゃあなんか街とかいろいろ探して、ちょっとイベントを何か発生するものがないか捜索します。ガトの街、ニキータがいるね。ちょっと話しかけよう。おこんにちはダニャ、この町に草むしを取りに来た。草むしは蒸して丸めると美味しいおやつになる。この町ガトの草むしは、なんこりゃ、王冠君長の糞を食ってるから身が締まっている。ダンジョンを通らないと草むしがいるところまで行けない。おいらと草むしを取りに行くにゃ。まあいいだろう、行こう。イベントがないから、そいつと別れるにゃ。そり合わないにゃ。いいだろう、ルリとかマジ役立たねえから。そうか、じゃあな。さらばだ、役立たずよ。草むし踊りで食うのも最高にゃ。草むしって何？まあ、そういう虫なんだけど、踊り食いするようなものなの。俗に切った商い道中やっていこう。ここのダンジョンって言ってたよね。ってことはこっち行って、ダンジョン滝の方キャンセル。これ何？ダンジョンすっ飛ばしていいの？滝の方に行ってみよう。ガト、ここにゃ。いや普通にすっ飛ばしたんだけど、やっとたどり着いたにゃって。やっとじゃねえよ、一瞬で着いたよ。なんか探してんのかな。ちょっと待つにゃ、今かき集めてるにゃ。え、そんなにかき集めるほどなの？なにこれ、待ってりゃいいのかな、話しかけんのかな。え、こっちとかは普通に行けるし、なんもないよね。ただまあ分からん、イベントが。早くかき集めろ。待ってればいいのかな。いやでも待っ、あ、なんか出た。なんだこいつ、何してるの。え、草むしを探してる、連れを待ってる、特に何も。いやもう本当のことを探し言おう。草むしを探してる。こんなところで何してるの、邪魔にゃ。妖精と話をしてる。妖精なんかいないにゃ。幻覚にゃ。あ、見えないんだ。もう行くにゃ。感謝の気持ちを込めてこれあげるにゃ。草むしまんじゅう、フォルセナ鉄、500円。やった、金は貴重だからね。今ゾクに聞いた飽きない途中、一瞬で終わったな。いや結局またイベントがわからん。アーティファクトも手に入ったわけじゃないんで。じゃあどうする。ちょっとさ、ルリがいなくなったからさ、ルリがいない状態で奈落へ行ってみよう。いやでもなんか奈落はその対応する仲間を連れてくるか、何かアイテムを入手してくるかっていう感じだよね。あの墓石のところをまあそれで開けるっていうか、奈落だから墓石がずれて下へ行くのかな。おいいんじゃん、いいんじゃん。ルリがいるとダメなのか。戦士よ、貴様の力試させてもらおう。お、なんだ
赤き伊達。え、いきなり戦闘になる。お、地下一層目覚めたか。裏ラルク、竜帝ティアマット様のドラグーンだ。ドラグーン、竜に使える騎士。俺と一緒に仮装まで降りてもらおう。よし、いいだろう。仮装へ行く。自分のペースだらけ。俺はお前に合わせて歩こう。何、結局お前は一人で仮装へ行くことができないから俺の力を借りるということだな。いいだろう、俺の力見せてやる。こっちはいけねえし。おお、敵がいる。敵じゃねえし。死にたてさん、そいつには気をつけなよ。ケヒケヒ。あ、死んだんだ。一応シャドウで死んで奈落へ来たっていう感じ。敵なのかさ、話せるっていうか、これ違う、人玉かと思った。あれ、ちょっと待ってね、今戦闘どうなってんだっけ。オンになってるよね、エンカウント。あ、これは敵でしょう。ほら、何、結構強いぞ。さすが奈落というだけある。 97%。 まあ減りはそこそこだな。やっぱハメ殺すのが一番楽。ボスになったらこの切り上げを使う。ダークパニッシュってなんだ。これこっちもいけるよね。ん、なんだ、さらに奥、第2層。あ、第2層かも。え、こっち普通に来ちゃったけどさ、この分かれ道が何気に、あれ、なんだ、さてどうしたものかな。オルボーンのとこに行くしかないか。いや、そんな一人でそんなこと言われてもさ、まず何がダメなのかが分かんないんだけど、今のこの現状で。そしてなぜオルボーンのとこに行かなきゃいけない。このまま進んでもこの辺りの扉は締め切られている。ああ、そうなんだ。新参者はオールボーンか。オールボーンに挨拶してからでないと自由に動けない。この近く、マナの賢人の一人、死者の魂の管理者、死者が暴れないように睨みを聞かせている。まあ、そういう役目か。早っ、無近すぎだろ。私はオールボーン、ゆえあって奈落を管理している。ティアマットのドラグン・ラルク、知られているんだ。無用に人を連れてこられてもシャドールが増えるばかりで迷惑している。ドラグンたる者、主の命には逆らえない。今回は生きのいいのを連れてきた。ティアマットとの悪巧みもこれでうまくいきそうか。うまい役どころがあったら私にも手伝わせてほしい。その言葉皮肉でないのならこの者に洗礼の許可を与えよう。しかしもしその言葉がティアマット様を愚弄するためのものならば許可しよう。炎の洗礼を受けるがいい。その者が案内する。奈落は広く深い、送り届けるだけなら手を貸してやる。どこに行きたいのだ。じゃあ炎の洗礼の間、炎に触れれば洗礼は完了。閉ざされていた道も開かれる。近くの影に協力してもらえ。え、結局言ってることは同じだな。シャドウ、何か知りたいのか。洗礼の許可をもらってきた。確かに。おお、これで仮装に行ける。行こう、我が主が。え、洗礼ってそれだけ。なんかさ、敵と戦ってどうのこうのじゃないので。第2層のどこだこれ。これ登ると第1層に行っちゃうんじゃん。そうだよね。あ、もう1個の先が何があるか知りたいけど。で、こう来て、で、こう来て、下に行ったか。で、炎の洗礼の間とかさ、右に行ったところにあったんだ。で、こっち来て、上に来て、どこがさ、扉閉まってたかすらわかんねえんだけど、ここ、宝箱がある。絶望の叫び。誰かの部屋っぽいね。あ、山荘だ。まあいいや、行けるだけ行こう。あ、なんか、あ、なんか敵か、これは。
ほいほい。ちょっと待って、ほら殴れ殴れ、経験値経験値、単価は高そう、ここの経験値。今のところ一番最後に出したところだからね、距離もそれなり。金か、225。これはスライムっぽいのがいる。あ、なんかナイトが出てきた。奈落のシャドウナイト。ちょっと待って、当てるのが難しい。クリチョコとか回復系が一番いらないよな。別に普通の戦闘でそんなにピンチにならないし。210、まあすげえあるかって言われるとそうでも。え、ここで貴様の力を試させてもらおう。覚悟は良いか。もう全然いいよ、行くぞ。ん、第4面、あ、炎っぽいね。結構さ、小さくない？なんか口が動き出してんだけど。ほんとさ、で出てきた時にチャンスだ。ドライブフォーク、どうだ。いや、当たってたか当たってないんだかよくわかんねえ。で、一定時間すると消えるわけではない。もういいや、これでずっとはめ殺そう。あー、やっぱ消えるか。あ、ただまあ、で左、あ、なんか口がいっぱい動いてる。どこだ。おお、おおお、なるべく今のうちに攻撃を与える。やばい、当たんねえ。いや、当たんねえ、当たんねえ、やばいやばいやばい。で、口が動くとあのレーザービームが来るから、レーザービームの照射場所がよくわかんないんだよね。行って当たった。 5% とか弱え。あれ、聞いてない、これ破壊できるのかな。破壊はさすがにできないか。あとゲージ半分くらい。当たらん。あれ、マジ当たらん。あ、必殺技使ってるモーションだからだ。待って待って待って、おー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 おお、いって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 、それなりだな。若干めんどくせえなこいつ。いっていっていって、ダメージ量は多くないからね。ほい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 っと、終わりだ。試練とやら、経験値経験値経験値、レベルアップ。あれ、まだないか。大した実力だ、我が主もお喜びになるだろう。俺は何のためにさ、その竜帝みたいな人に会わなきゃいけないの。控えよ、我が主のお出ましだ。ティアマット。あ、おっさんじゃん、ただの。なんかさ、ドラゴンが来んのかと思ったら、ゼーベルファーを倒せるもの。は、ヒレオアビオ、強き戦士。我はティアマットというもの、ユーヤってそのと召喚した。我から奪った魔力を3匹の竜から取り戻してもらいたい。詳しい理由を聞かせてもらおうか。かつて地上に君臨せし竜帝なり、しかし我の力を疎んだ3匹の竜が我から魔力を奪った。我はこのようなか弱き姿で奈落をさまようことになった。おっさんだからね、ただの。3匹の竜を倒せる者を待っていた。それがお主だ。つまり我が主はお前が3匹の竜を倒すことを望んでおられる。それにどの道お前は協力せざるを得ん。反霊体のまま放っておけばいずれ無となる。強き戦士をこのまま無にするのは忍びない。3匹の竜を倒してくれればお主が元に戻れるようにしてやる。っていうか、脅迫されてんじゃねえかよ。いやいや、なんかさ、まあ倒すのはいいけど、俺たちの報酬をくれ。元に戻すとかじゃなくてさ、普通に報酬くれ。我が主から契約成立の証としてお前に渡すよう言われた。おお、炎のカンテラ、竜殺し。
知恵のドラゴンども狩りに行く。やつらは世界の秩序を守ってる気でいるが、俺たちにはそんな支配など必要ない。俺のやることが気に入らなければお前は好きにして構わない。お前の力を試すまたとない機会だということも忘れるな。赤き盾勘。でとりあえずアーティファクトは手に入ったんで、じゃあちょっと使いますか。骨のカンテラ、これをどこに置く。家が今ここでしょ。まあ周りはもうさすがに結構固まってきたよね。ここがまだ空いてるか。ここにしよう。配置とか適当だから何も考えてない。え、山脈が出てきたよ。まあいいよ、行ってみよう。ノルヌ山脈、ここに何があるのか。入り口。待て、お前まだいるんだ。ん、群青の守護神、ドラゴンマークがついてんの。ラルクついに見つけてしまったのか。もう一人の戦士を、シエラ、お前は騙されている。ティアマット、え、何、話せる感じじゃないからな。まあ利用はされてるよね、確実に。お、敵が出てきた。でも見えねえ。アイテムを回収する。これちゃんと戦ってくれんな、それなりに。まだいる？いた。木で邪魔なんだけど。クリスタルもさ、わかんねえし。まあ、とりあえずなんとかなるよね、剣振ってれば。今のとこ。回収して、回収して。あ、せっかくだからなんか野菜みたいなの果樹園から、え、なんだ、回収してくればよかったとか言おうとしたら変なところに着いたんだけど。用がないなら帰られよ。いや、なんか俺も何しに来たんだか正直わかんないんだよね。風読み師、メガロードのドラグーンどもか。ティアマットのドラグーン、お前たちの主に会いに来た、案内してもらおう。山頂におわす、行けるもんなら行くがいい。でもこいつらさ、敵っちゃ敵なんでしょ、愚か者め。え、なんだたわけか。貴様の企み知らんと思うか。こんな攻撃で俺を倒すことはできん。さすがティアマットのドラグ。なんだ、何かが来たか。行くぞ。え単純に逃げただけ。あんな偉そうなことしてた割には。まあいい、貴様らの長の首はいただく。それが今の俺の目的だ。うわ、ひよった。やるではない。うお、混乱した。めんどくせえな。ダメージは大したことないけど、混乱はね本当にやりづらくなるから、ね、やだ。攻撃力はそこそこあるか、このドラグ。名前忘れた、もう忘れたよ。ラルクだ。ドライブフォーク、まあ、使う暇もなく敵を倒す。アイテムだけか。賛同。お、ここは当選。今度は本当に死ぬぞ。それが貴様の望みというのなら俺がほぐってる。ああ、大丈夫か。栄翔は大丈夫なんだ、中断できる。ちょっと待って、栄翔されて光が灯るともうダメだ。
ダメージが通らない。あとはどんだけ硬いか、柔らかい、柔らかければもうこれで終わるからね。てかラルクの攻撃もさ入ってるからさ、めっちゃダメージ通るんだけど、よくも、あ、魂になった。何かの封印か。いや忍びないな。ただ俺からすれば別にあいつら悪いやつらではないからね、なんかしてきたわけじゃないし、ただこいつのために倒さなければいけないって。まあそれが戦う理由だ。そのために俺はこの剣を振る。なんかそれでいいのかって感じだけど、他にやることがないから、ちょイベントが分かんなくて、少なくともルリのイベントではない。宝箱結構上まで来たね。竜の血なんか混ぜると良さそう。眠りの粉、これはガルーダみたいな。おお、あいつも攻撃するから早い、強い。経験値くれ。少々パクられたけど、まあいいだろう。お前は15分の働きはしたよ。いけない。あれ、こっから先はない。宝箱があって敵がいて終わりか。こっちの道は おお、またいるか。ティアマットのドラグーン、メガロード様の命を奪おうとは、ここで消滅するがいい。立ちはだかるというのなら容赦はしない。無駄だ。炎症中断するにはやっぱ振りの速いこっちの方がいいな。ソウルスラッシュ。おいおい、何勝手なことしてんだ。めちゃ減ったな。ティアマットの手下め、そして魂になり、なんだ、どっかの封印が解けたのか。あ、これ上登ったらいけるとか。なんか全くそんなことなさそうだ。もう一回こいつ倒すか。じゃあ、おい、俺の後ろに陰に隠れて何もしない。それなりの経験値も結構パクってきたなこいつ。45、今回45の働きはしてないぞお前。でどっち行けばいいんだ。なんか必殺技が全然ないよね。なんかどうすればいい。おお、これ混乱するんだよな、ちょっと厄介。うおー、状態異常が鬱陶しい。いや、めちゃくちゃ状態異常になってる。今動けないんだけど、これ何、どういう状況、ハマってんだけど、やばくね。いやマジでやばい。いや超うぜえ。こいつなんで一回距離を取る。おお、倒してくれた。初めて仲間が役に立ったと思った。でどっちから来たんだっけ。上登っていけばいいのか。あ、変なやつがいる。おお、ちょっと回収しよう。あれ取れっかな。あ、そう、意外に短いんだよね出てる時間が。ああ、おい。こっからかい、超めんどくせえ。こいつらは戦闘要員ではないんだなきっと。じゃあちょっとまた登ってくか。お命ちょうだい、つかまつる風読み族の力。大したことはないだろう。
やらせはせん。完全にはまったな。ダブルハメ。おい、どこ行く、あいつ。ドライブフォークを使い出したか。あ、当たってねえしょ。あ、当たった。メガロード様。何かの封印。これでさっきのとこがいけっかな。何、まだあるな、これ。触れたらちょっとまずそうだな。もうちょっと探すか。てかもう行けるとこねえんだけど。行ってみる？あー、大丈夫そうだね。3つの魂がこの石像を破壊する。行くぞ。で、このゴリラみたいなやつ倒すか。こいつちょっとね、戦ったんだけどね、攻撃力が高いんだよね。いって、それなりに減る、一発が。混乱してるし。乱戦って 79% まで減った。乱戦になるとさ、あんまり敵に当たらないからね。1攻撃1体しか当たらないから。範囲攻撃があると楽なんだけどな。なんか技を使っていかなきゃいけないのかな。ちょっと待って、使うまでもなく倒してしまう。必殺技最初に覚えた限り覚えてないからね。てか必殺技なんか使うまでもない。強攻撃でなんとかなるから。俺めっちゃ詰まってなかった。引っかかってたよね、ザコどもが。こいつは戦闘要員ではないやつら。力は弱くともメガロード様にお仕えする身。命を懸けて主のもとへ後おっさん。随分安い命だ。その命俺が刈り取る。なんかすげえ悪いことしてる気分なんだけど。死んでいる。宝箱。読めない巻物。なんだそれは。もうあれ、宝箱しかなくね、そもそも。まあいいや、こいつらを倒すか。とりあえずは脳天からたけ割り。どう？いや、わかんねえ。当たってなくね。絶対当たってないよね、今の。え、先がないんだけど。ドラゴンステーキ、なんかすげえ良さそうなの手に入れた。燃え盛る羽。こっちとか行けんのかな。何、やつらを倒して戻ればいいのかな。じゃあ戻る途中に、あ、左側が行けそう。ちょっと分かりづらいけど。必殺技使おう、ライジングクラッシュ。ためが長い割にはさ、別にそこまでめちゃ強いダメージが与えるわけではなさそう。結構強かった、思ってたより強かった。一発で倒せんじゃん。いって、やっぱ攻撃力が高い。一発が重い。ただ経験値も高いからね、こいつら。スカルディセクト。出てきたか、極楽鳥。痛い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 。何、めっちゃガードされてる。やるではないか。経験値経験値。山頂。うわ、ドラゴンだ。普通にドラゴンだ。そのまま戦闘か。あ、メガロード。ティアマットに代わりマナの力をいただきに来た。ティアマットのドラグンよ、奴が何を企んでいるのかわからんか。モンドミオ、恐れを知らぬ構造どもめ。何の因果で俺はこんなドラゴンと戦わなきゃいけないんだ。しかし最強の剣。あ、光ってんな。光り出すともうちょっと無理だからな。まずどういう技か見切らなくては。おお、あっちゃー。
そこそこだな。あ、でまた光ってる。また光ってんな。結構厄介だ。あ、めっちゃ光ってんな。え、めっちゃ光ってると思ったらそうでもない。いって、あ、風か。何、俺のこの強攻撃をガードしてくるとは。やるじゃないか。 68% まで減っている。今のうちに休んどこ。すげえの来たな。ただあんまり遠くに行くとさ、攻撃に転じられない。これは横一線だっけ。ここにいれば大丈夫。さあもう一ターンでいけんな。倒した。ドラゴンを勝った。ちょ待って、あいつ経験値パクったんじゃねえか。あぶねえ。このでかいクリスタルはやれんからな。さすがにメガロードよ。奈落の、うん、奈落にて永遠の時を過ごすがいい。絶対こっちが悪だよね。パワールームって何。マナストーン、まだ小さい。マナストーンとかあるんだ。これはティアマット様からの褒美。おお、竜骨。なんかどんどんアーティファクトが手に入るね。マナの力確かにいただいた。あれ、なぜだ、なぜこんな恐ろしいことを。群青の守護神終わり。はい、というところで、なんか竜帝関係のイベントが進み始めましたけど、なんかどっちかっていうとすげえ悪いことしてる感覚なんだよね。なんか悪門の方に下ってしまった気がするんですけれども、まあアーティファクトもね、また一つ手に入ったんで、次回はそれを使っていこうと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。